こんにちは。今日はですね、乗務社員さんの点呼から、出庫までの流れをご説明したいと思います。現在ですね、13時出番の車両が待機しております。これから乗務社員さんは、もうですね、出庫前の点検、車両点検は終わってますので、これから点呼を受けて、それからですね、ロープレーというものをしてから、各自出庫していきます。YouTube 用です。 YouTube 用です。お願いします。はい、じゃあ改めましておはようございます。12月18日月曜日ということで、今日リクレートの、ね、予防接種ですので、2時半から、4時半までですね。はい、忘れないように、よろしくお願いします。はい、あとですね、四季駅南口、待機場あると思うんですけど、その周辺住宅街なんですけどね、まあ、ちょっと速度が速いと、まあ、うちだけではないと思いますけどもね、他社含めて、まあ、住宅街ですからね、他のところであっても速度を抑えて、ね、取り出しとかあると思いますんでね、十分注意して運行するようによろしくお願いいたします。はい、あとですね、柳瀬川、まあ、前に貼ってあるんですけれども、柳瀬川の駅ね、廃車で呼ばれた場合、なんですけれども、はい、おはようございます。今日朝僕ね、来るときね、ちょっとね、ヒヤッとしました。いつも僕、ここ会社ね、右折で入るんだよね。右折で入るときに、対向車がいたんで、ビューンってやり過ごして、その後ろをビューンって行ったらね、後ろにね、バイク隠れててね、皆さんもそういうふうにヒヤッとしたことないですか？で、まあもちろんぶつかっちゃうとかっていうような危険はなかったんだけど、危ねえなと思ってね、あれやっぱりタイミングが狂ったらね、ずれたらね、とんでもないことになった、ね、ですので気をつけてくださいね。僕も皆さんに気をつけてくださいって言ってて、自分がね、もっとしっかりしなきゃなと思いましたんでね、安全運転お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、プロバイバー宣言、じゃあ、井上さん、うん、なんかやってない気がしたよし、今日はもう12月ですけど、なんか無線室に聞いたら暇だっていうんで、のんびりやりましょう。よろしくお願いします。のんびり事故ないように、よろしくお願いいたします。じゃあね、マニュアル読んで出庫してください。どうぞ。ありがとうございます。どうぞご乗車くださいませ。おはようございます。どちらまでお送りいたしますか？四季駅までお願いします。四季駅ですね、かしこまりました。よろしければご希望のコースをお申し付けくださいませ。四季街道でお願いします。はい、はい、かしこまりました。四季街道を通ってお送りさせていただきます。ご乗車ありがとうございます。私、三和交通の坂田と申します。安全運転でお送りいたしますが、念のためシートベルトのご協力をお願い申し上げます。目的地に到着いたしますか？どのあたりにお止めいたしますか？その先でお願いします。ありがとうございました。お忘れ物ございませんようにお気をつけてくださいませ。料金は730円でございます。ではちょうどです。ありがとうございました。領収書でございます。外からドアを開け出しますのでお待ちくださいませ。ドアをお開けしてよろしいですか？お足元にお気をつけくださいませ。お客様、三和交通をご利用いただきましてありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、高倉です。はい、高倉です。はい、高倉です。はい、はい。出庫の前にですね、職員の方がお客様役となって、ロープレイ、ロールプレイングといって、マニュアルの再確認ですね、さっき昭和をしていたマニュアルの、実践練習という形で、やっております。全員やりますよ。
はい、あそこでちっちゃく細そうと隠れてやってる人たちもいますね、はい、それでもしっかりやってます。2点ですね、2点なんでそんな、なんでそんな隅っこでやってるんですか、ね、100点満点中2点でしょ。ツッコんでください。